はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、お好み焼きやろうかと思ってね、ちょっと準備してきました。で、今日はね、こちら前にもね一回やったんですけど、おたふくさんのお好み焼きのこだわりセットっていうのね、これを使って、お好み焼きをね作っていきたいと思います。なんかね、この山芋入りのお好み焼きの粉と、あと天かすが入ってる、天ぷらね、イカ天入りの天かすっていうか揚げ玉と、青のりね、これが入って、これがね2セット入ってます。2セットで1回やってもう1回分残ってるんで、今日はこれをね準備してきました。まあこんな感じでね、材料を揃えて、まあ、焼いていくんですけど、焼くのにちょっとね時間かかるっぽいんで、先に違うやつをおつまみ焼いて、それからねお好み焼きを作っていこうかなと思います。で、もう一品はね、ベビーホタテね、ベビーホタテを買ってきたんで、これと、えのきで、えのきバターをね先に作って、で、それをちょっとつまみつつ、お好み焼きを焼いて、で、食べようと。まあ、そういう段取りでね、今日はやっていきたいと思います。じゃあ、先に飲み物ちょっとだけ飲むか。よいしょ。じゃあ、今日は、まずは、キリン淡麗のプラチナダブル。これで、スタートしようかな。よいしょ。ちょっとうまく映せないな、ちょっとフライパンが邪魔で、こんな感じになってますね。ちょうどフライパンのね柄がここにあるんで、ね、ちょっと当たっちゃって。では今日のシワシワこんな感じですね。では今日も皆さん一日お疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。シワシワで乾杯、いただきます。うん、じゃあこれはまた後回しにしてね、これちょっとね、後からまた気がついたんですけど、これこのままではねもう量が多すぎて混ぜられないんで、後でねちょっとボール持ってきたんで、ボールにね、大きいボールに移し替えないとこれもう混ぜられないんで、前もそれでね失敗してね、結局ボールで混ぜ直すことになったの、すっかり忘れてて。で、まあじゃあね、フライパンね、フライパンではちょっとね、カメラの角度今調整して、よいしょ、これで、おお、先にえのきバターを作って、じゃあベビーホタテね、ベビーホタテね、こんな感じね、ベビーホタテこれだけね。じゃあ先にバターか、バターを1個じゃ多いかな。1個じゃ多いな、これでこのぐらい、ちょっとまた今度何かに使おう、取っといてもったいないから。で、ベビーホタテを入れて、で、えのきね、えのきを、全部使っちゃうか、全部入れちゃう、えのきだからきのこはカロリーほとんどないし、ね、バター使ってるけど、バターもあれ 7g のバターの半分にしたんで大丈夫でしょう。
ちょっと、もうちょっと、あ、おかわり作っとこうかな。ミニゴロね、焼酎。よいしょ。今日は焼きながらなんで動画の尺長くなると思うんで、まあ、はしょれるところはまたね、はしょりながら動画の方編集してね、やっていきたいと思いますけども、よいしょ。こんな感じですね。じゃあチラッと飲んで、飲みながら作ってね、ここに焼きそば入れても美味しくないか。あ、ホタテもうちょっと先にしっかり焼いてからえのきと合わせた方が良かったかな。ここにもうポン酢かけちゃうか。本当はポン酢にこう、ここにね、ポン酢入れて、ポン酢にこうつけながら食べようかなと思ったけど、ここにかけちゃうか。ポン酢ね。バタポンにして。美味しそう、いいんじゃないかな。もっと火強くして水分飛ばしたいんで、少し。あー、でもいいか。本当はもうちょっとこうね、水分飛んだ方が美味しいんでしょうけど。あー、やっぱホタテを先にこう焼き色つけておく方が良かったな。でもまあ美味しそうね。ちょっとこのままいただくか。こんな感じですね。バターポン酢ね、えのきと、ベビーホタテのバターポン酢。よいしょ。でね、いただきます。ポン酢がさっぱりして美味しい。はい、一回これはね、ちょっと火止めて。よいしょ。ちょっと器に見ないか。器に開けて、よいしょ。よいしょ。これはもういいか。見えないもんね。見切れちゃって、これね、ちょっと片付けちゃいますね。では、えのきバターね。えのきバターポン酢ね。えのきバターポン酢。よいしょ。はい、それではね、生地が混ざったんで、今度はね、お好み焼きを焼いていきたいと思います。こんな感じでね。生地が混ざりました。これで 2人前あるみたいですね。では、また火をつけて、よいしょ。で、よいしょ。
よいしょ、油をちょっと引いといて、でお肉は豚バラ買ってきました。豚バラね、これを何枚入ってんだろう。よいしょ、ちょっと手で失礼します、ちょっとやりにくい。これあれだな、切らないと。もう自分でね、作って自分で食べるもんなんで、もう自分の手でねやってもね、これ人に出すもんだったらこんな風にはねできないですけど、自分で食べるもんなんで申し訳ないですけど、ちょっとねやりにくかったんで手で。でちゃんと手はねウェットティッシュでねきれいにします。よいしょ。じゃあそれでここに生地をちょっと乗せます。よいしょ。で、焼きそば。焼きそばは本当の、ちょっと待って。何もしてない焼きそばね。これをね、ここにもう乗っけちゃいます。本当はね、味付いてるね、作ってきたら焼きそばの方が美味しいんでしょうけど、買うと高いしね、作って、たら作るのも大変なんで、よいしょ、こんな感じかな。これをこうね広げて、これでね3分ってなってますね。じゃあちょっと何もないんだよな、もうこれしかないんで、もうこれ食べるかね。えのきバターポン酢、いただきます。そう一応ねこういうね簡易消火器手元にね持ってやってるんで、時々紹介してますけども、こうやってね念のためにこういうものはちゃんと用意して火使ってやってますんで、どうしような、あれ何もないんだよな。あ、おにぎり飲むか。チョコレート持ってくればよかったかな。まあいいか。じゃあティーチャーズね、ティーチャーズ安くて美味しいんだよね。今日はお好み焼きがメインっていう頭だったんで、まあちょっと合間にえのきバターでもつまんで、あとは何にも準備してなかったんで、美味しい。やっぱり煙いな、すっごい煙、すごくスモーキー、ピートのスモーキーさでしょうね、これ。データンってやつ、もうちょっと飲もう。泥の炭って書いてね、だから炭のスモーキーさがあるんですよね。
コッチのスコッチウイスキーなんで。うん。3分経ったかな、そろそろ。3分経ったらこれはひっくり返すんだけど、一回こっちにちょっとお皿に、お皿に出さないとダメなのか。よいしょ、お皿にちょっとね出したいんだけど、お皿に一回出して、でこれをうまくいくかな、映ってるかな、こうやって、あっちゃあ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 ちゃ、ひっくり返して、よっ、おお、ちょっとずれたけど、よし、これでこれでいいでしょう。ほらほらほら、最初にね、お肉をこうやると、ひっくり返した時にお肉がこう上に来るんですよね。これで蓋をしてまた4分焼かなきゃいけないの。あ、ちょっと待って、これかっこ悪いからちょっと焼きそばはこの辺にね。これでね、またね4分やんなきゃいけないんですよ。長いんでね。はい、そしたら今度は蓋を外してまた3分、今度は蒸気を飛ばすみたいですね。本当は本当はここでもう一回ひっくり返すらしいんですけど、これでひっくり返すと上下逆になっちゃうんで、せっかくねお肉がね上に来るようになってるんで、ちょっと下だけ焦げてたりしたら困るんで、様子だけちょっと見て。おお、いいパリパリ感。焼きそばの麺がねいい感じで焼けてパリパリに仕上がりそうですね。はい、じゃあね、時間が経ったんで、よいしょ、できました。おお、こんな感じですね。よいしょ、ではお皿に移して、おお、あっちち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 ちでは、もう一枚ね、焼いちゃうか。もう一枚やっちゃおう。ちょっと待って、これ消さなきゃよかったな、火。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。でもう一回、豚肉、豚バラから油出るっぽいんで、油に使っても大丈夫かな。あともう一枚お肉もう焼いた、最後これしか残らないんだよ。で、残りの生地を全部乗っけちゃいます。これ食べないんで、今日は1枚だけ食べて、これもう1枚焼いておいて、そしたらこれお好み焼きはね、冷凍できるんで、焼いておいて冷凍して取っておけば、あとはレンチンすれば食べられるんで、うん、よいしょ、
これでね焼くだけ焼いておいて、あとは冷凍して取っておけばまたね、あー何も食べると何も食べるものないなーっていう時に出してくれば食べられるんでね、レンチンしてすぐにね。よいしょ、じゃあこれに焼きそばの麺を、あ、もう全部入れちゃう。もうちょっとすげえな、量がすごいけど半々にして食べてもいいしね。うん、ちょっと動画の尺長くなってるかもしれないですけど申し訳ないです。ほぐれねえな、ちょっとまた手で申し訳ない。自分で食べるもんなんでね、あんまりよく広げて、これでいいかな。よしよしよし、でこっちを仕上げちゃいましょう。じゃあオタフクソース、お好みソース、ソースはついてこないんでこれはね別途自分で用意しないとダメですね。よいしょしょ、ソースはいっぱいかけた方が美味しいんでいっぱいかけて、でマヨネーズね、マヨネーズ、キューティーライト、こういくか、横にいくか、よいしょ、こう、あ、なんかこっちが大きく映ってるんで、この手前のこれが大きく映ってるんでね。で、かつお節もついてこないんで、かつお節も自分で用意しないとダメですね。かつお節、よいしょ、かつお節、かつお節で、青のりはついてくるんですけどこれ一袋で、2回分ですね。なんで1枚にこれ全部使っちゃうと足りなくなっちゃうんで半分だけ、こんなもんかな。あー、これちょっとあれだったな、失敗したな、お皿、あ、まだでももうちょっと焼けるのに時間かかんな、こっちのお皿が開かないとこれひっくり返せないんだな。まあしょうがない。じゃあねこんな感じで、ね、できました。よいしょ、くのみ焼き、こんな感じで、ちょっと動画今日長くなってるかもしれないので申し訳ないですね。焼きながらとかでやるとどうしてもね長くなっちゃうんで、いや焼いたね、できましたってやってもつまんないしね。ね、焼きながらやってるところやんないと見てても面白くないからね。よいしょ、どうかな、うまくできたかな。これヘラで持って食べると本場っぽいのかな。うまく食べられなそうだけど、こんな感じですね。断面もこんな感じで、あ、ちょっと一回火に止めます、なんか焦げそう。よいしょ、うわすげえな、うまく食べられるかな。ではちょっとねこのヘラでもっとねハフハフっとねいきたいと思います。じゃあいただきます。柔らか、
生地はね柔らかくてふわふわ、うん、で下のねこの下に焼きそばのねこの麺が入ってますけど、これがねパリッと焼けてます。あーもう取れちゃってるな。パリッと焼けて今食べちゃったからもうサクサクって感じ。うん美味しい。もうちょっとソースとマヨネーズかけてもいいかも。ちょっと足すか。ちょうど隠れちゃうのが。ちょっとねソース足して。マヨネーズもちょっと足しますうまくいかないな。よいしょ、ちょっと足してねいただきます。うん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 、このくらいたっぷりやった方が美味しい。うん、うん、よいしょ、おー、はい、入った入った。ではあとはね他の方の晩酌動画でも見ながらねゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。なんかすごいことになってますけどもね。じゃあ今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。これひっくり返せるかな。いいか、いや無理してひっくり返さないで、やっぱりこのお皿あくまで待ってからひっくり返してね作りたいと思います。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。